言いますか。じゃあタトゥー消していきます。消しちゃうの？ちょっといやいやだよ。超残念だよ。なんで？いいじゃん。いや痛いもん。楽しそうじゃん。痛バカじゃねえのかお前。楽しそうじゃん。押しますか。押すの。そんな押してる。押してる。ちょっとテンション下がってるね。だだ下がりでしょそんな。いやだって痛いもん。大丈夫だよ。痛いもん。痛くないって。痛いよ。いや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 。そうだよ。こんばんは。ちょっとタトゥーを。あ、どうぞどうぞ。じゃあお願いします。はい。で、消す人は、はい、あ、はい、僕です。でもいいのかな。はい、はい、はい、早速どうぞ。お前らが決めるな。いいです、お前ら決める。説明してください。ガツガツの。じゃあ一応、これ説明させてもらいますけども、これ施術を受けるんで、あくまでも医療行為じゃないんで。はい、わかりました。大丈夫です。はい、はい、で、入れ墨はどちらなんですか。これです。で、まあ、これだとちょっとね、変色や肌のむくみとか、はい、まあ、いろいろ、ね、その場合、いろいろな、なんだろう、なんだけど、はい、大丈夫です、大丈夫です。すいません、気にしない。今、濁した、今、濁した。あともう一つ、身体に異変があったり、なんか、どんどん障害なんとかとかね。これはちょっと微妙がないんで。途中ちょっと分かんなかったんですけど。あと、その他意味も設定ね、ないんで。はい、じゃあちょっとこれちょっと分かんなかった。今俺すごいよく分かる。俺もすごい分かりやすいですよ。途中分かんなかった。だから本当今日の受けと消しますね。お願いします。事故途中分かんなかったって何言ってる。ビビってんの。ちょっと手を怪しく。え、手って何。押さえておいてくれてんじゃないの。ずれちゃうね。ずれちゃう。怪しいっしょ。何が怪しいっしょ。何が絶対怪しい。絶対怪しい。何これ。まあいい。どうしますか。結構でかいね。俺もでかいね。でもう行きます。ここから照射をして、まあ、消していく。で、この毛があるじゃないですか。はい、これをこう、ここはそんなに全然白くなりますよね。あ、本当だ。見せて見せて。毛がちょっと白髪になってる、ここ。あ、本当だ。あ、めっちゃ真っ白。へぇー、音も全然今見たことなかった。はい、行きます。音が変わるんだ。お願いします。あ、いけ、見て超消えてる。マジで痛い、マジで痛い。痛い。ダちゃん手握ってよか。おお。超痛いよお前。動かれると大変困るんですけど。すいません。すいません。え、ちょっとよろしいですか。あんま痛くないコースとかないですか。痛くないですこれ。行きます。あ、痛い。超痛いんだって。痛い。
いや、これそんな痛いの？いや、お前マジックとかでやるの違うのかな。ちょっとやってみ、一回ちょっと一回やってみ、それでも。いや、マジで痛い、マジで痛い、マジで痛い、どうしよう、俺なんか。あ、ちょっと待ってください、消毒してからやりましょう。え、俺としてないじゃん。全然俺、全然俺、それなんですか。俺マジなやつなのに、俺してない。それはウォーターっぽい POI ですね。ちょ、濁すよ。待って、ちょ濁すんだよ、さっきから。はい、いきまーす。これ。あ、でも全然大丈夫だ。うん。あ、いや、焦げ癖。でもほら、これ。めっちゃ消えてる。でもこれさ、表面…靴下持ってもらう。表面のあれ消えてるんだけどさ、俺のほら見て、これ。これ、ボコボコになってきてね、これ。え、動くからですよ。あ、そう。いや、お前が悪いね。お前ら他人事だと思ってさ。さあ、じゃあ場所変えますか。あ、そうですね。場所変えたらもしかしたら痛みがちょっと違うかもしれない。こちらにしますか。じゃあちょっと、そうですね、ちょっと痛い。大丈夫、その体勢つらないから。ちょっと待って痛い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 本当痛い。あ、葉っぱがなくなってる。葉っぱがなくなってる。俺の葉っぱなくなってる。ちょっと押さえてもらっていいですか。あ、わかりました。本当にちょっと初めてですよ、こんなに。いや、なんで。こんな動かれるの。はい、行きまーす。あ、まだ。今半分ぐらいいた。頑張れ。あ、いいね、いいね、いいよ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 。あと20秒、ちょ、待て、ほんと痛い。20秒、せーの。早い。1、2、3、ちょ、ほんとに汗かいてきた、俺。すっげー汗かいてきた。痛い負けって言われた。私に掴まないでください。先生、痛いと思う。痛いと思う。渡辺さん、負けで終わる。あいつ、マジ絶対覚えたけ、マジ。超なくなった。触っていい？いや、触んなよ。触っちゃダメ。わかんない、わかんない。いきますか。なんか多分俺ここが一番ね、しんどそうな気がするよ。早い段階で、うん、痛い。ちょ、ほんとそこ超痛い。そこ超痛いんだって、先生。
痛いのは分かるんですけど、動かれると本当に困るんですよ。だって痛いもん、痛いもん。しかも外反母趾じゃないですか。関係ないですよ。関係ねえよ。じゃあ、いきますよ。膝曲がんないようにして。そうだね。あ、そこだよ。痛い。すごい、俺抱きつかれ。痛い。あいつ引き伸ばせじゃない。あ、引き伸ばせってやつ。どうでもいい。クソ、どうでもいい。痛い。みんな噛みつきはしないから大丈夫だって。痛い。入れるときは？ほんといて、え？入れるときは？全然楽、全然余裕。入れるときもそこが痛いの？あ、ここも痛い。入れるときも痛いけど、ちょっと待って。どんな感覚？あのね、はい、多分。いや、これ、クソしたな、これ。いや、ね、感覚はね、焼けたアイスピックで焼かれる感じ。どういうこと焼けたアイスピックをこう、ジュッってやられてる感じ。あ、皆さんはそうおっしゃいますよ。知るかんなもん。痛いなぁ。いや、だって痛いの。一体この人何なの、さっきからマジで。ちょっと待って。ほうほう。今、めしべだよ。めしべとかわかんない。めしべとかわかんない。だから途中からため口になってきた。ほんと、マジで。痛い。これ、わしべっぽい。痛い。待って。先生、めしべとかわかんの？今、2545発撃ちました。マジで？本来2000発くらいでやめといた方がいいんですけど。え、500いっちゃってきました。そうですね、今、僕もね、ちょっと気づいたら2500。霧のいいところで3000くらいまで来ました。まあ、痛いですよね、これ。痛いでしょう。痛いわ。汚い入れずにですね。さっきからちょいちょいムカつくけど、この人。誰に入れてもらったのこれ。3000いったって。3000いったって。お疲れ。あ、悪くなっちゃいました。え、3009になっちゃったから。4000で悪いね。4000だね。待って。それ編集でなんとかしろよ、これ。あんたディレクターだろ。編集でなんとかしろよ、そんな。3000ない、撮ってないじゃん。じゃあリアルじゃないじゃないか。これじゃない。本当に？まだいけるもんなん。全然いけるんじゃないですか。またその曖昧なの何なんですか、先生。さっきあの本人元気そうなんでまだやってください。そうです、ね、ちょっと待って先生、さっきからちょいちょい曖昧なの何なんですか、さっきから。え、大丈夫だと思いますよ。だって誓約書の時は何かおかしいじゃないですか。4000超えたって。菊池、痛い。4000超えた、菊池。痛い。
生は結構この道長いんですか？私はね、まだね、はい、3ヶ月ぐらいです。最近あ、6000超えちゃった。自分でやってたんだからね、今。なんかね、俺多分お前のこと嫌いだよ。俺多分お前が嫌いだと思う、俺。あー、6000。どうだ、これね、タトゥーはね、ほんとよく考えていた方がいいよ。っていうことが分かった。消せないね、後悔するからね。いやー、痛そうだったね。痛そうだったね。いや、入れたかい。あんな痛いも絶対入れない。ちゃんと考えてね。そうそうそう。しかもほら、先生言ってたけどさ、汚いってさ、ノリで入れちゃうね。ノリで入れちゃダメよ、ちゃんとしたあれに入れないと。まあそんなわけで、入れ墨を入れようと思ってる人はよく考えてから。責任持って、はい、責任持ってね。じゃあ、ありがでした。ありがでした。入れる方が痛くないぐらい痛いね、デスコーが。これからタトゥーを入れようと思う諸君、もろもろの皆様、よく考えてください。今一度、これからでも遅くないんじゃないかなって思いました。ありがとうございました。これ、ゲルコモジャリとかどうしたの？書いた吐いた吐いた声で吐いた。なんで？いや、なんかね、寒気した。